おはようございます。いい加減配信。無責任 YouTuber の UFO チャンネル UFO です。朝のお忙しい時間にお騒がせです。今日は令和5年4月18日火曜日、大安ですね。発明の日だそうです。 昨日豊橋行った時に途中、がまご、音羽がまごり、音羽のあたりで発明研究所ってとこあったんで、ええー、と思ってたんですけど、なんかいい発明ができるといいですが。で、あの、今日は、あ我が、 ラブの、マイラブの、うん、中山美紀さんの250何回目だかのお誕生日です。4月18日ですね。乾杯。今日はですね、うん、今日はっていうか、昨日は豊橋行ってきましたよ。<laughs> あ結構大変でした。<laughs> 一人で行ったんで、で 住所をもらって行って、ナビ入れて、ね、私、ナビとも喧嘩するんで、<laughs> うん、なんかなんか、でも今日はナビの言うこと聞こうと思って、一生懸命行ったんですけど、うん、豊橋ってとこは、音羽が,がまごっていうか、あの岡崎の辺りから降りるんですね。でうん 国道が結構一方道なんですけど、渋滞がすごいんですよ。なかなか街にも入れないし、信号多いし、便な街だなとか思いながら行って、で、だいたい、あのー、街の中、外れの方にあった、その事務所が、あ選挙の応援に行ったんですね。んで、行ったんですけど、なんかわかんないんですよ。 あの普通の住宅だし、あれ、ここもしかして自,自宅の方かなと思って、もう1個住所もらってて、それはどうも、本当の,あの,その応援に行った人の家がある方だったみたいで、そっちにもあの看板はあったんです、あの選挙事務所の、連絡事務所の。 えー、看板があったんで、その家に聞いたら、看板を貸してあげてるだけでちょっと知りませんって言われて、でどうしようかと思って、で、あの、請求事務所の,あの電話番号がちらっとあったんで、書くもんがないし、どうしようかと思って、一生懸命頭で覚えて、で、入れたらつながって、 あの普通の一軒家なんで分かりにくいですって言われて。で、まあ、もう引き返して、10時ぐらいに着いたんですけど、11時過ぎになっちゃって。で、行ったら一人、ご婦人の方が見えて、<laughs> その方も素敵な人でしたけど、あの、あ行くまでにも分からなくて、また引き返したんだけど、あ近くの人に聞いたら、 よくわかんないけど、あの辺じゃないですかねとか言って、あの、若い奥さんが教えてくれて、行ったらありました。で途中、あの、その、応援に行った候補の人が、あの、凱旋してて、応援弁士の元衆議院議員の方も、うん、一緒にいて、それはちょうどよかったんですけど、そんな感じでしたね。で、事務所で、あの、まあ、うん 来るのに3時間ぐらいかかって帰りもまた下道で行こうと思って下道はまた長いんであの2時ぐらいまでやってっていうことで電話のリストがあってまる候補お願いしますってやつを言うんですねでもう一人の50の人はすっごいあの上手なんですねあの私電話苦手なんでって言ったら 私もそうなんですよって言われたけどすごく上手にあの押し付けがましくなくあのちゃんと言いたいことをいっぱい言っておられてあのすぐいや,いやだいたい電話ですぐ切られるんですけどそれを切らせないようになんかあの話をこう会話になっていくような感じでやっておられました。 すごく勉強になりましたねでまああの候補者の方も来て2回目の合戦に出るっていう時に一緒に引き上げていったんですけどまたその使ってたその事務所の携帯を自分のやつと一緒に間違えて同じようなやつだったんでう自分のバッグの中に入れてたのを途中で思い出し引っ返してまた。 そんなんであっち行ったりこっち行ったりってもう振り回されて。で走って街の中にはまだ路面電車も走ってるし <laughs> 信号多いしあ道は複雑だしっていう感じの <laughs> なかなか奥深いところでした。で今日は仲間の,あの昨日二手に分かれたんであの春日井の方のポスターの貼り 残ってたやつでやってるメンバーがいたんでその人たちの梅雨払いに行ったようなもんであのー、写真とか送っておきましたけどで今日行っていくと思うんで多分、えー、まあスムーズにいけるんじゃないかと思いますけど <laughs> で帰りに、あのー、室神社っていうのがあってそこはあのええじゃないかええじゃないかええじゃないかって,ってあの明治の始め幕末ですね 黒船来航した辺たりで、天からお札がおお、お伊勢さんのお札が舞ってきたんですよ。で、そこから始まった、その室神社の辺りから始まったって、発祥のお宮なんですけど、そこ行ったらすばらしく、すごいあの空晴れててあの、お参りしたら、ふわーっと風が吹いて、大喜びされてるなっていう感じで。 そこはとても良かったんですけど帰りの岡崎とかあの小原村って和紙の里があるんですけどその辺でまた眠くなって、うん、家康君にあの足止め食らったかなとか思ったりしましたけどどうもそれはねあの信長さんだったみたいですね <laughs> 信長さんって人はあの、まあえー、戦国の英雄で天才的な人ですよね それまでの固定概念とかを突き破った、えー、素晴らしい人ですけれどやっぱりそこには恐怖政治みたいなのもあって明智光秀を散々バカにしたりとかから家康もあのー、繊細 本当の奥さんですね。と、長男を、えー、自害させたんです。築山殿っていう、それ事件なんですけど、信康って息子さんと。それはどうも、あの、信長に対する忖度だったみたいっていう説を、ちょっと前にど、どなたかの、えー、記事で、えー、読ませてもらって。で、 あのー、岡崎と、うん、光秀の出世の里って言われてる、エナの,あの明智っていうところは、道がつながってんですよね。で、割とこう、親しい感じだったんじゃないかなっていうのは思ってて、えー、言い分っていうのか、あのー、光秀、死んでなくて、あのー、 家康の黒幕に天海僧侶っていう人がいるんですけど、その人が、あの、光秀の仮の姿だっていう話もあって、それは本当にそうなんじゃないかなっていう感じはしました。で、ちょっと長くなりそうだな、今日。えー、辛抱して聞いてください。聞きたい人は。あのー、 支配とか、冷蔵庫ですね、恐怖による。あのー、SM とかあるじゃないですか。あのー、縛ったり、叩いたり、む中打ったりね。それをして喜ぶ人と、されて喜ぶ人っていうのがいるんですけど、それって、あの、それとか、あのー、 親から虐待された子が、その、されたことを自分はしたくないんだけどしてしまうっていうような虐待の連鎖ですね。それはもう、この、我々が生きてる、この、今現実で書いている体の命のあると、うちに断ち切って、あの、新しい、 何もないまっさらなあのバトンを次の世代に渡していかないっていうとダメなんじゃないかなって本当にあのー、選挙をしてて思うんですけどあの一生懸命やってる人は本当にあのー、国を売れて憲法なんかも期待条項でしたっけ不対条項か、えーあのー、改正してもいいとか。あのー 戦前のあの統帥権ですね。あのー、太平洋戦争前に軍人が天皇の権力を絶対的なものにした統帥権みたいな大戦洋服3会とか、ああいう流れが今すごく強くなっていて、あのこの前の岸田総理の暴発事件も、あのそれに利用される。 っていうことを聞いたんで、まあそういう同じようなきな臭い状況になっていると思うんですよね。で、もうあのー、一般の大方の方は、もう政治に本当に絶望というか、うんざりしている感じですよね。でも、政治なんてなくたって、なんとか自分の生活がやっていけりゃいいじゃないかっていう人はほとんどだと思うんですけど、えー、 そうなった場合、あの私は本当に選挙が必要なんだろうかというところをもう一度考え直す。そこからもうか考え直さなきゃいけないんじゃないかなあの。日本に民主主義は必要なのというところをみんな一人一人本当に考えることは必要なんじゃないでしょうかって思いますね。で、あの政治なんてあの必要ないという人はもう選挙いらないかどうかというやつを それを国民投票したらどうかと思うんですよね。で、あのちゃんとその選挙したりとか、自分の自尊のために、あの、真剣に1票を投じてる人と、全くそうでない人といるっていうのは、その選挙をしたっていうことを、選挙はその、 党を選ぶとか、政権を選ぶとかいうことよりも、その選挙をしたっていうことを、なんて、なんて言うんだっけ、あれ。あの、言い訳みたいな、一応したよっていう、本当に飾り物でしかなくなっちゃってるんですよね。それでいいのかって、それはちょっとまずいでしょうと思うんです。 あのたタイトルにつけた「あのやばいはやばいよ」っていうのは日本語ってのはすごく <laughs> 便利なんですよ <laughs> あの。やばいよっていうととなくか,かっこよくてあのやばいよっていう僕もよく言いますけどやばいなとか言って <laughs> あの誘惑したりするような感じですけど。 やばいってどういうことっていうところまで一生懸命考える必要もあると思うんですよね。本当にやばいと思うんですよ。うん。で、日本人はほら、あのー、サッカーの応援のサポーターでも掃除をして帰るとか、あのー、大震災の時でもみんな暴動が起きないとか、みんな、そういう時に、あのー、すごい世界の人が驚くような美徳を発揮しますよね。 そういう、もう本当に誇れる民族っていうか、国民性があるのに、一方で、その、長いものに巻かれるっていうか、出る杭は打たれるんであの、あまり自分の意見をはっきり言わないとか、すごく曖昧なままにしやすいですね。で、もう、全体に群れちゃう。群れちゃう あそれがすごくやばいと思います。うん。あのー、一人一人がもう、消えちゃう状況になっても、いい状況に追い込まれたときに、自分の家族や、自分の周りの人、大切な人たちが、 守れなくなるような世の中になっていいんですかっていうことはすごく思いますね。で、あの、ちょっと前の話に僕はあの、見えない世界が先に先行して現実を決めるっていう話をしましたけど、あの、その見えない世界っていうのは私の心の中のことであり、あなたのその心の中のことなんですよ。だからその僕の 心の中で起きていることが現れてくる,です、ね、笑わ,れてくるわけですねうーん。で、日本人っていうのは、あのどこの国の民族よりも、外から見られている目をすごく気にしますよね。自分がどういうふうに見られているかっていうのをすごく気にするんですよ。体裁とかね、世間体ってやつを。 空気とかこ、ね、れは僕もあるんですごくよく分かるんですけどあのでも見えてないですよね <laughs> そういうふうに気にしてるのに自分のこと全然分かってないですよね。 でしょう。そこですよ。あの僕はわからないなりにあの毎日毎日起きてることを自分が見,見てるわけですよ。ちょっとちょっと違うとこから自分を見てるからその今日はこの罰金を払いに行かなきゃいけないんですけどこんなもう本当に恥ずかしい話ね。 <laughs> 住所まで見せちゃった<笑><笑>あ、あのー。こんなことでね、あのー、本当に恥ずかしくて、あのー、もう目を塞ぎたくなるような自分も見てるわけですよ。<laughs> そこのところはやっぱりしていかないと。あのー どうですかって言われた時に、こうしますってことは言えない、すぐに言えないだろうなと思うので、それはされた方が絶対いいと思いますね、はいうん。とても、なんていうのか、やばいよ。<laughs> いいですか皆さん、それでって感じですね。良 <laughs> ければいいですけど、<laughs> なんかいい発明があったら、あの 説明してくださいその嘘発見器とかねあることはあるんだろうけど携帯できる誰でもそしたらもうオレオレ詐欺とかねあのー、どっかよその国からの刑務所に入ってる人から知れ出されて裏バイトとかなくなると思うんですよね <laughs> そんな話で、えー、結局何を言いたいんだかよくわかんないですけど、えー、やばいことはやばいんで、やばいことが、えー、いい方にやばくなるように。<laughs> やばいっていう言葉の中にはすごいいい。で、あの、言葉のことをこちょっと最後に言うと、 あの方言もすごい大事だっていうのは自分でよく言ってるんですけどこの辺の言葉に観光するっていうのはね観光あの豊橋行って観光するとかいうことではなくて考えるってことで観光するっていうのは、ね、で回しす回しするっていうのもあるんですけどあー支度するってことですね回しを締め。 皆さん、あの、やばいことを、ちょっと、やばいと思ったら、観光して、回しした方がいいですよ。<laughs> それでは、<laughs> ハバナアイスで、グッバイ。y o u チャンネルありがとうございました。失礼します。頑張ってください。